はい、皆さんこんにちは、マダルグルフィッシュです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモード立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。残すところミッションは2つ、今回はミッション19になります。海上自衛隊が全幅の信頼を置く名指揮官沼田一等海佐が指揮する第二護衛隊軍と戦闘ということですね。作戦区域は東京湾、非常に狭く浅い閉鎖された湾口ということで、潜水艦には少し不利という状況のようです。敵の艦隊は自衛隊、汎用護衛艦、潜水艦が待ち受けているということですね。それでは戦闘準備に入りたいと思います。第二護衛隊軍は水上艦と潜水艦両方ということなので、装備は、ある程度どちらにも対応できるように準備をしていきたいと思います。まずはトマホークで、敵の水上艦をなぎ払うということで30本、シーランスを15本持っていきましょう。デコイを6本、こんな感じでいいですかね。マーク46、48、50の魚雷はそれぞれ4本ずつ持っていきたいと思います。ではミッション画面に入りました。まずは早速見えてる敵ですね。これをなぎ払っておきましょう。通常弾頭で早速撃っていきます。敵も迎撃をしてきてますね。なのでこちらはそれに応戦するかのように連続して撃っていきましょう。命中。そしたらその命中したノイズの中へと逃げ込みます。速度20ノット。さらにこの状態でトマホークも連発していきます。まずはトマホーク撃ち尽くすぐらいの、覚悟でいきたいと思います。命中。トマホークの威力さすがですね。駆逐艦朝霧撃沈です。さらにソナーに反応あり、トマホーク撃っていきたいですが、一旦射程圏外のようなので逃れましょう。ノイズの中へと突入。敵艦発見、トマホーク撃ちます。トマホーク撃ちつつ回答。さらに東京湾の奥深くへと侵入します。高槻に命中、これを撃沈。さらに敵から発艦していたヘリコプター、これから耐水弾が来てると思いますので、これも回避しつつトマホークをさらに撃っていきます。命中。ミサイル駆逐艦今後撃沈してます。ここまではすごくいい感じで来てますね。さらにソナーに何かが当たってる音がするんですが、ちょっとまだ確認できないですね。沈没船だな。ただこちらにはさらに敵の水上艦トマホーク撃ちます。トマホーク祭りになってますけどね。これを迎撃されてしまったので、さらにトマホーク、これも迎撃してくる。しっかり迎撃してきますね。そしたらここで一度マーク48の魚雷ホーミングで2本差しで出します。この後ヘリからまた耐水弾が来る可能性が高いので、来ましたね。これを回避するためのデコイ、これを発射する準備をしておきたいと思います。ミサイル駆逐艦旗風に魚雷刺さりましたね。ではこのノイズの中へと逃げ込みましょう。ちょっとどうだろう、間に合わないかな。先に
魚雷が来そうなので、デコイを出し返します。そして、トマホークを撃っていきましょう。敵もしっかり迎撃していきますね、トマホークね。そしたらここで一度魚雷に変えます。これが機関でしたね。速度を落とします。完全停止にした状態でトマホークを連発していきましょう。ヘリ護衛艦ハルナに魚雷命中。これを撃沈です。今回はあっさり行きましたね。海枝だけは自らの手で下す。海枝を倒せるのは俺しかいない。どこだ海枝ということで、どうなんだろう、最後のミッションもしかしたらヤマトとの戦いになるんですかね。これはすごく楽しみです。戦闘時間も短く、味方というかね、自分の損害ゼロできたんですが、ちょっと撃沈数が少なかった分、得点は伸びず、ミッションランクは B 止まりというところです。まだまだ余力はあったので、あそこでもし、ハルナを撃沈できていなければ、他の護衛艦を撃沈してですね、ポイントはさらに伸ばせたのかなというふうには思います。では、今回すごく短めですが、ここまでにさせていただいて、次回、この沈黙の艦隊コンプリートモード立浪編、おそらく最終回になると思います。